AFC チャンピオンズリーグ2016決勝 AFC チャンピオンズリーグ2016決勝はアジアサッカー連盟により開催される AFC チャンピオンズリーグ2016の決勝戦であり14回目の AFC チャンピオンズリーグの決勝戦である試合は第1戦が2016年11月19日土曜日に第2戦が2016年11月26日 土曜日に開催された。全北現代が二0合計で三から二で十大会ぶり二回目の優勝を果たし、AFC サッカー連盟を代表して、二0十六年十二月に日本で開催される二0十六 f i f a クラブワールドカップの出場権を獲得した。アルアインは二0五年以来の三回目の決勝進出である。また、全北現代モータースは二0十一年以来の 同じく3回目の決勝進出となった。AFC のコンペティションでの両チームの対戦はない。決勝戦は前回大会と同様、ホームアウェイへの2回戦制となる。第1戦が2016年11月19日、土曜日に全北現代モータースのホームである全州の全州、ワールドカップ競技場、第2戦が2016年11月26日、 土曜日に、アルアインのホームであるアルアインのハッザーー、ビンザーアイドスタジアムで開催された。決勝第一戦が行われた、全州ワールドカップ競技場中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。概要全北限大、モータース V アルアイン概要、アルアイン V 全北限大モータース第一戦、第二戦とも非テレジータスにて生放送された。 第一戦の解説はサッカー元日本代表のジョー、ショージが第二戦は同じく北沢剛が務めた。ありがとうございます。